薪割り体験用の薪作ってますよ。直径20センチ以上あるんです。高さは20センチ前後で収めてます。なんでこの長さにするかって言ったら、やっぱり割りやすいですよね。薪取りです。この後ろの山に薪を取りに行きます。まだまだ必要なので取りに行きます。結構作業的には一人だと大変ですが、平日は森林組合の方に心配かけるわけいかないから、日曜日土日だけにしています。で、土日はキャンプをやってるので、必然的にスタッフにキャンプを任せて、私が一人で薪を取りに行くということになってるってことです。ですが、イニックはほとんど使わないです。手上げです。道具はこれだけ、チェーンソーと飛びで、ここに板を置いてます。一人作業では必需品ね。山はこちら、米山です。電線の下をこう、電線を保護するために伐採するっていうことがあるんですね。で、その伐採木はもう保証済みなので、山に放置されるということで、ここから材木をいただくということです。とにかく薪のあるところまで行きましょう。今日目指すのは短めの薪。キャンプの講習会で薪割り体験をするのに適切な長さということになります。長さによってね、割りにくさになるんでね、その長さで探してきます。バーに30センチのところにマークをつけてます。割りよい細さで節がないっていうのはなかなか難しくて、細いってことは、樹幹側、木の上の方になるはずなんで、木の上の方っていっぱい枝がついている。で、下の方っていうのは枝がないけど、やっぱり節があったり死に節があったりするんで、太めだけど短くすることで割りやすくなるので、で、なるべく乾いてるものを選びます。本来こう丸太が上にあって自分が下にいるっていうのはありえないですよね。それやっちゃいけないことなんです。なんだけど、しょうがないっていう側面もあって、やります。今日はこれを切ってくるんだけど、これを切っていきますけど、上のやつは短め、太くて短い、割りやすい、これで切っていきます。下の方は30センチぐらいで切って。そんな感じでね、上の方はさすがに危ないんで上から切って、下の方は上がなくなってからずり落として下で切るっていう、そういう仕込みにします。よいしょ。
体直径20センチ以上あるんです。20センチ以上あるんだけど、高さは20センチ前後で収めてます。でなんでこの長さにするかって言ったら、やっぱり割りやすいですよね。斧の台の座りもいいし、安定感がある大きさっていうことになります。でこれでは実際に、使用する薪としては長さは短いですけど、薪割り体験だとか、ね、初めての薪割りっていう方が、不特定多数の方がお使いになるのに、長くて立派なかっこいい薪っていうのは必要ないですよね。やっぱり割れた、ね、何回かやったら割れた、何回か斧を振ったら割れたっていう、そういう体験が大事です。でこれは多分節はほとんど入ってないです。死に節というのが入っている場合があります。今からそれを説明します、ね、これはね、外から見ても、外から一周見ても、断面を見ても節がないですね。節がないです。ところがこれご覧ください。これね、これ外から見たら節があるかどうかほとんど分かんないです。外一周見ただけでは節はなしっていうふうに見えます。ところがカットしてみると、こうやって節が入ってるんですよね。でこれは死に節とか隠れ節って言って、薪割り体験の時にこれが大きく邪魔をするっていうことがあります、うん、なのでそれもあってね、短い薪、短くカットしておけば、この死に節が入ってる確率も低くなるんですよね。長いまんまだとその間にすげえいっぱい節が入ってるってことがあるんでね。でそうやって材料を調整してあげます。これなんかもそうです。外から見たらないですよね。節ないです。ところが中を見るとこれ節なんです。これも節なんです。でこれは多分兆しが少しわずかに兆しがあるけど、これはほとんど見逃すと思います。うん、そんなので薪割り体験、薪を初めて割るっていう方に用意する薪っていうのは慎重に選ばないといけないですね。過剰な対応に見えますけど、私に言わせればそこまでやらないと安全な薪割りに届かないっていうことです。そこまでやる必要あるかよっていう意見もあるでしょうけど、できるんだったらできることはやるべきだと思ってるんでね。こうやって雨の日に山の中に入って、薪割り体験用の薪を作るんです、うん。学校とかの仕事でも薪割りやってるんですけど、そういう時はね、私も道具に対してマンツーマンでつけたりだとか、あとは、力任せの大人よりも学生の方が、こちらがコントロールしやすいっていうこともありますよね。相手に合わせて薪を作るっていうこともありますよね。だこういう短くて太くて座りのいいやつは薪割り体験用、うん、で長く多少長くて苦労するやつは授業用とかね、そうやって区別をします。薪の長さは何で決まるかっていうことです。薪の長さは何を基準に決めるのかというのは、キャンプの中の安全管理上とても重要な項目っていうことです。薪の長さはね、最終的にはかまどの大きさによって決まります。団体のキャンプだと薪の長さはかまどに合わせないと、かまどから大きく出ているとその周りをね、子供が動いたりした時に薪に足が引っかかって危ないですとかね、そんなことになりますよね、うん、なので出来合いの薪が最高っていうわけではなくて、やっぱりかまどの大きさに合わせた薪っていうのが必要になってくるはずです。あと基準になるのは焚き火台の大きさですよね。そうだな、直径、焚き火台の直径の、あれは60センチのやつに45センチをしてるから、60センチの、私の持ってる焚き火台の直径60センチオーバーのやつ、70センチぐらいか、ドラム缶の直径だから、その焚き火台で使う薪の長さは、メインは35センチで作ってます。それの方が焚き火台の中で動かせるからです、うん、薪割り体験のための薪作りのために山に入ってやってるって、なかなかねここまでの環境はないか
ないことの方が多いと思います。なんだけどやれるんだったらね、やれるだけのことをやってあげないと。でこの長さが、ね、短くて太い座りのいい薪が得られないっていう場合には、それを補う他のことをやらなきゃいけないっていうことになりますよね、うん、なんで例えばね、試し割りをしておいて、丸太じゃなくなるけど試し割りをしておいて、ああこの木なら大丈夫だなと思って体験用に回すだとか、そういうこともやることありますね。やります。電池もなくなるし、よしやるぞやるぞやるぞ。全部投げるの、全部投げるんですよ、はい、何段かに分けてね投げるんですね。で今第1弾投げたでしょ。投げたらあそこにたまんの、ね、あそこにためて奥に見えるトラックまでまた投げるっていう、そういうことです。あそこから薪を車に投げるとなると転がって道路の方に行っちゃうといけないんで、この板が必要ってことです。はあ、当たり前ですけど積む時にはもうすでに下ろす時のこと、何に下ろすかどこに下ろすかを決めてから積むんです。とはいえくたびれるともう何でもいいやみたいになるのは誰もが同じです。じゃあ移動します。これで運搬車に積んだのでキャンプ場に持って上がります。玉切りしたやつをね、いくつ積んだかな、もうちょっと数えてないや、いっぱい積みました。じゃあ出発です。